おはようございます。アイナネの ZVG です。今回はですね、ザ・レトリック、人生の武器としての伝える技術っていうので、本をですね、勝手に予約して勝手に解釈しました。前回までは受け答え、話し合いの受け答えについてまとめたんですけど、例えばまあ、そうだな、相手の使ってる言葉をちょっと変えてみたりね、なんかこう悪意のある言葉が来たら実話通りで見て返してみるとかね、そういうもんですよっていうのがあるんですけど、プラスアルファして受け答えについて人柄の良さっていうのを使った魔法について考えています。人柄を利用して返す。例えば集団を引きつけるのはどうすればいいかとかね、集団を引きつけるような受け答えをするためには集団特有の用語を使うんですよ。自分の意見とか、もしくは相手側の価値観に合わせた言葉を使って反応することでより響く。他には論理よりも印象的な言葉を何回も使うことを意識する。理屈の言葉よりも頭に残るのはそういう印象的な言葉です。例えば集団特有の用語もそうですよね、いつも使っている言葉だからこそ頭に残ると。あとは反対の言葉、論的と反対の言葉を話すってことですよね。自分たちの聴衆の聞き手の反対、聞き手に反対意見を唱える人の言葉だね。なんて言ってるの、聞き手の反対意見が言っている言葉の逆を言うわけだ。そうすると聞き手の賛成意見の言葉と同じになるからね、はい、単語は印象に残る、だから単語は一緒に残るからこそ単語は使う必要があるんだけども、だからこそ自分たちにとって、人にとって有利な言葉は使う。使えども不利な言葉は絶対出してダメなんだと。新聞とかでもそうですよね。失言した人っていうのは大体単語一つをミスって言われてます。文脈ではあんまり言われないんですよね。っていうのがあります。そうですね。自分の選択を集団も同意して選ぶようにする。相手も喜んで自分と同じ意見を選ぶようにするには、アイデンティティの利用というのがございます。つまり、この行動をすること、私の言う行動をすることで、あなたはよりその集団であなたらしくなるんだと。私は制服、学校での制服に賛成ですと。この制服を着ることで、あなたはよりどこどこ学院の学生として、また一つになるというのかな、団結した一員となれるのですとかね。その集団に意味が嬉しい人であれば、じゃあそうしようって思っちゃったりするわけだね。逆に、集団の中にいない人に対して、集団内でしか通用しないことを言うとかね。あとは、その集団が持っている、用語とか独自のキーワードっていうのを説得内容に回せる。まあ、大体それはね、相手の価値観に合わせたことですよ。何回も言ってるけど。っていうのがありますと。で、受け答え、まあ、こうやって今まで結構受け答えもできたんですけども、受け答え、もし失敗したらどうするのって話ですよね。失敗したときは、すぐに自分にとっての目的を定めて見誤らないようにするのが大事と。自分はこの部分で何をそんな目的でしたかと。そこを見誤ってしまうと、論点を間違えてしまったり、誤り方を間違えてしまったりしますからね。自分が言ってることはこういうことだったんです。でもそう言いませんでした。すみませんでした。みたいな言い方がいかにできるかって話です。そして、何よりもミスを最初に発見して、対策を早く練られるようにするってのが大事です。何事もそうですけどね。後に、昨日ほど、その古典とかね、修復っていうのは面倒になってきますからね。そして、すぐに例のことに話を移して、失敗を引きずられないようにするってことが大事。論点の話じゃなくて、論点じゃなくて、論点か。だな。過去、現在、未来だったけども、過去の話を、失敗を引きずられるってのはその過去の話ですよ。過去の話っていうのは変えられないし、いつまでも論点がそこに行っちゃうと、ずっと非難で終わっちゃう。だから、未来のことに話を移します。これからどうすればいいの？っていう話をする。ってことになっちゃいますね。これからどうするんだって思っていく。で、被害者のことを見下さない。一回で食ってしまうからね。これも大事ですよね。まあ、言わなくてもやるかな。あとは、謝罪に頼らず、自分の思う基準に合わなかったことを強調する。ごめんなさい、ごめんなさいじゃないんですよ。ごめんなさいって言うんじゃなくて、私はこういうことをしたかったけども、それができなかったんですと。自分は自由の仕事がしたかったけど、初めて出会ったんです。申し訳ございませんでした。みたいなね。できなかったんです。って言い方をする。
ただごめんなさいって謝るだけだったら、じゃあどうすればいいんだこれからね、その謝るだけじゃダメじゃないかって思うと思うんですよ。自分の学校者も届きませんでしたっていう言い方をすると、じゃああなたはこの届かなかった残りの、じゃあ10が自分の基準でね、10が仕事が仕事だったら残りの2っていうのが分かってるんだみたいな、そういう感じだね。まあそういう時に合わせるだけじゃないんだけど、自分には子供たちには目標とか理想があるんだなって思わせることで、まあ反省できるな、挽回できるなっていうのは思わせるってわけですよね。さて、そんな感じですね。今日ここまでするかい、っていう感じで、まあ、説得の仕方なんかを話していきました。次回は、説得について大事な時期の話、そして、弁論の方法について話していきます。じゃあ、ありがとうございました。またね。